3月27日、朝の御言葉。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。マタイの福音書26章56節主は決して弟子たちを見捨てられなかった。しかし弟子たちは、命惜しさに、主のご苦難が始まる前に、臆病にも主を捨てて逃げ出した。 このことは私たちに貴重な教訓を与える。すなわち、すべての信者が、もし気ままに行くならば、いかに弱いものであるかを示している。すべての信者は羊に過ぎない。狼が来れば彼らは逃げる。弟子たちは、あらかじめこの危険を警告されており、主を捨てるよりは、むしろ主を選ぶと誓っていた。しかし彼らは、 慌てふためいて逃げ去った。これは人ごとではない。今朝私は、主のためにどのような試練にも耐え、絶対忠実に使えようと決心する。しかし心していかなければ、人たちと同様不信仰に陥り、主を見捨てるかもしれない。約束と実行とは別である。彼らがイエスの傍らに大しく立ち得たならば、 それは彼らにとって永遠の名誉であったろう。しかし彼らはその名誉から逃げ出した。私を彼らのようにならせないでください。十二軍団よりも多くの御使いを直ちに集めることのできる種の近くにいるより他に安全な場所があるだろうか。しかし彼らはその場所から逃げ出した。神よ。 私もまたこのような愚行をすることのないように守ってください。神の恵みは、臆病者を勇者とすることができます。くすぶる闘心でも、主の御心ならば、祭壇の炎となって燃え上がることができる。うさぎのように臆病であった人たちも、精霊が下ってからは、獅子のように大胆になった。このように聖霊は、私の配信の魂を変えて、 勇敢に主を告白し、その真理の証人とされるのである。主は親しい者たちの不信仰を見て、どれほど苦しまれたことであろう。これは主の逆付きに淀む苦みであった。しかし主はそれを飲み干された。私はその中にさらに一滴を加えないようにしたい。もし私が主を捨てるならば、 私は再び主を十字架につけ、公然と主を恥ずかしめるのである。聖霊なる神様、どうかこのような恥ずべき結果に終わることのないように、私を守ってください。